ラカウピ。あーロピン入ってしまった。これは無理だ。リッチ入ってしまった。ウーマンが飛び出す。山にないところから上がりきった。初ドラ1の2000点。大井が太しから上がります。これで高打点だけじゃなくてね、しっかりかわし手を入れてくるのも大井の強さですよね。はい。さあそして何の3曲です。私の親番ドラは3番です。ファンの2曲1万2000点高い上がりがありました。太しそのリードをしっかり保ってきましたが、この後どうなるか。大井はあんこ1つにドイツ2つ、ピンズ多めです。バカゼのランがあんこになっているのはホンダ、赤ウソも持っています。ドラ受けもある。さと形いいですね。うん、ドラも1枚手ぶつかりそうですね、はい、で赤赤ですからね。私も4人それぞれいいと思いますね、うん、大井もさらにドラを引き入れた。本田と久人は親番がありません。4番手と3番手、ここでマンズをほぐす久人。私も目いっぱい自敗からバンバン切っていく。おあれドイツがさらに増えたのは多いです。久人もね難しい手だったけどローマンスッと打ちましたね、即断即決、うん、無駄な時間はかけません。難しい選択を皆さんススッとやってのける。そして本田は想図の染め手に向かいましたね。まあ、打点がね全然違いますからね、うん、何本一赤、うん、これだけで8000点。まあ、仕掛けていけるのがねメリットですよね。はい。あドイツに寄ってきたけど、まあ、連増かこれで4ドイツ、うん、トップ目の太しを大井が追いかける。この後親番が残ってるのは大井です。おー来てる来てる。本一着実に形を作っていく本田で、久人も両面受けが増えて後継転廃に向かっています。うん、両面だらけだけど、なんかもう真ん中ちょっと真ん中って感じですね、うん、パーツが足りてるようで後継のパーツはまだ足りてないんですね。カンチーマンをカウントしないといけない。うん、そうなんですよ。でソース4556は2メンツで見るのか、うん、いや難しいですねこれ。なんでまあお嘘か、もう想像はこれで OK、うん、まあ、カンチーマンはなんとかね他で伸びたら解消できるでしょってことで、もう想像はもう1ブロックにしました。あー来た、トンも来た。トンは1枚入れ、これもうね泣いても漫画なんで整いましたね。本田の手、うん、こういう時にね日頃たくさん泣いてるといいんですよね。あーよく聞きます、宣伝活動が実を結ぶんですよね、うん、そして太しさらに選択です。9ピン3枚切れ、チーマン1枚切れってことは、まあパーピン切ってもロスがあんまりないですね。実はねこれローキューピンが激薄だったので、うん、はい、ローピンここにあんこです。これは太しの手いい方向に向かったかも。あ、面前でもいけるかも。1通とかありますよこれ。1通もあるしちゃんたもありますよこれ。え、そんな両立があるんですか。代わりで面本ちゃんたなんて見たことない。これ大逆転見られるかも。逆面本ちゃんと玉点いつでもそう、ね、一通は一通でも跳ね、で一通で赤もついて、うん、さあ二つ目のあんこができまして、大井もいいシャンテン、いいピンとペイは、あーペイが一枚切れんだけですね、はい、はい、いやどうなる、非常に楽しみです。つきましたね、これめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強いけどね、石橋さん、なんであの赤馬は一番右にあるんですか。いや切るためではないと思います、ね、なるほどちょっとドキドキしてしまいました、まあ、ここにくっつけたいよってことだと思いますね。な、はい、あ、なるほど、はい、あ、さすがに、ね、黒切りますよ、うん、あの馬切るってもしだっても ね、あ、引いたよ。あ、どうすんの、サブロー総待ち、リーチダバでもある。このままだと何メンホン赤、うわー、切ったよ、リーチまで行きました。ハネマンは確定です。サブロー総待ち、ここに一気通貫がついたら倍マン。数えていいですか、はい、高めのローソーが2枚、2枚いますね。高めローソー三蔵、え、三蔵も、三蔵も2枚、2枚だ、いや十分残ってます。本田が三蔵つかんだ、これ一品手引いたらアウトでしょう。
3個だもん。そもそも9万は9万は押しやすいね。あのマンズがだいぶ切れてる時代なんで。ああ、でももう行かないんだ。あ、もうここで行かないのが多い。硬い。うわ、どうだ、これをローピンをローソーに変えたい。いや、でも本田入れましたね。ここで超逆転手を入れました。そしてパンパンの手牌で後手を踏んだのは太し。ドラドラになって帰ってきました。私スーアンコのイーシャンテンです。どうしますこれ。なんかいやいやいや、ちょっと9万ぐらい行きたいっすよこれ。すごい誘惑の3万来ましたよ。9万ぐらい行きますよね。ピンチですこれ。ピンチ。あの多いがもうポンテン取ったらアウト。3万インピンペイが絡んでるだけでも多い補充ですねこれね。はい、いや、とんでもないツモがやってきてしまいました。これはいくら多いでも止まんないっす。トップ目太し、ここは慎重に。そして多いの手の行く末は、いや、もうツモでいい、ツモでいい。どうなってしまうんだ。里はもう存在感を消しています。いや、まあ本田が積もるか。あ、いい点立ってきたけど、ウーマンぐらい取りそう。はいはい、中筋ウーマンです。いや、もう何見えたんですか。いいピン見えちゃった。無理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 。うん、出上がりでも高いですからね。これは本田の面本炸裂です。1万です。リーチナン面本赤12000。多いと本田の立場が完全に逆転しました。いや、来年に大きな一撃が決まりました。いや、多いも危ないって分かってるんですよ。あんなカンカンマン外した試合で。さすがの多いでも、もう行く要素しかなかったですもんね、うん、あれ。無理ですね。さあ、本田2番手に浮上しました。何の4局。多いに、ピンチがまたもや訪れた。手牌は4と1、ちょっと重たい。